ドラマ木更津キャッツアイなどに出演していた俳優の塚本高史さん。今回はそんな塚本高史さんが最近太った&白髪になった真相、以前よりテレビで見る機会が減ったと噂、喧嘩がやばい噂について見ていきたいと思います。まずは塚本高史さんの経歴について見ていきたいと思います。1996年サンミュージック新人タレントオーディション俳優部門に入賞したことがきっかけとなり、芸能界入りした塚本高史さんは1997年にドラマ「職員室」で俳優デビューを果たしました。そして当時18歳の2000年に公開された映画「バトル・ロワイヤル」で映画初出演を果たし、この作品での演技が認められて知名度を得たとされています。それから2年後の2002年にドラマ「木更津キャッツアイ」に出演しています。視聴率的にはそれほど伸びなかったものの、カルト的な人気を獲得し、2003年「木更津キャッツアイ日本シリーズ」や2006年「木更津キャッツアイワールドシリーズ」として映画化もされました。当時のメンバーだった4人とはプライベートで食事に行くほど仲が良かったそうで、中でも佐藤隆太さんとは現在も親友として知られています。2008年ドラマ「監査法人」では自身初となる主演を務めると、同年イエスタデイズでメジャー映画での初主演も務めました。プライベートでは2007年5月29日に7歳年上の女性と婚姻届を提出し、同年9月15日には第一子となる女の子が誕生し、2年後の2009年7月31日には第二子となる男の子も誕生しています。このように2000年代は多くのテレビドラマに出演していた印象のある塚本高史さんですが、ここ最近は以前と比べると出演本数が減っているのではと感じている方も多いようです。そのため一部では消えたとも噂されている塚本さんですが、実際のところは消えたわけではなく、自身の仕事の質を上げるためというのが出演本数が減った理由だと言われています。ただ塚本高史さんは脇役が多いながらも毎年数本のドラマや映画に出演していますので、十分息の長い俳優と言えます。またここ数年は以前よりテレビ出演が減っている塚本高史さんですが、最近は激太りや白髪などの容姿の変化が話題になっているようです。2017年 BS プレミアムドラマ「千住クレイジーボーイズ」の取材会に出演した塚本高史さんでしたが、以前のシャープだった顔つきとは打って変わって激太りした様子が視聴者に驚きを与えました。ネット上では「塚本高史変わったよね、与沢翼かと思ったわ、痩せている時の方がかっこよかった」といった声が多く上がりました。塚本高史さんが太った理由としては、結婚してからの幸せ太り、加齢による基礎代謝の低下が噂されています。2011年放送のドラマ「ランナウェイ」の役作りで白髪となった塚本高史さん、実は中学生の頃から若白髪だったという筋金入りの白髪男子だったそうです。役作りもありますが、もともと塚本高史さんには白髪が多いようです。しかし大河ドラマ「軍師官兵衛」の後藤又兵衛役などで知られる俳優の塚本高史は、芸歴17年に及ぶ32歳の塚本は若白髪でも知られており、最近はその白髪姿が女性ファンから好評だといいます。顔さえかっこよければ白髪でも関係ないという世の男性のほとんどを落胆させるような女性ファンからのコメントが寄せられています。確かに白髪になっても塚本高史さんの魅力は衰えるどころか、むしろ増していますよね。白髪でかっこいい男性といえば吉川浩二さんなんかも当てはまるような気がします。また塚本高史さんの若い頃は茶髪とピアスが似合うイケメン俳優でした。しかし2022年7月から放送されたドラマ「刑事7人」第8シリーズより少し輪郭が丸くなったようです。さらに2024年5月から放送されたドラマ「ダブルチート偽りの警官」に出演していた頃の塚本高史さんは役に合わせて長髪にしていますが、髪の毛が薄くなったようにも感じます。塚本高史さんの激変ぶりには「誰だかわからなかった」「老けた」といった声が聞かれていました。 SNS では昔の正統派イケメンぶりと比べて
昔の面影なくて初め塚本くんだってわからなかった。ロン毛も似合わん。前あんなにかっこよかったのに、ちょっと年齢に抗えなくなってきた感じかな。塚本さん、パーツは変わっていないはずなのに雰囲気全然違う。前髪も少し変わった。若い頃めちゃくちゃ好きだったのに、輪郭が明らかに丸みを帯びたよね、などとファンから悲鳴が上がっているようです。そんな塚本隆さんはやんちゃでこわもてな役柄を演じられることが多く、ちょっと怖そうなイメージを抱かれた方も多いようです。しかしそのイメージ通りめちゃくちゃ喧嘩が強いのだそうです。そのことが明かされたのは2017年のダウンタウンのに塚本隆さんがゲストとして出演した時でした。番組内では初解禁、塚本隆の素顔というテーマでトークが展開され、塚本隆さんのバンド仲間からは喧嘩が破壊的に強いという驚きの一面が暴露されました。証言によると、バンドメンバーの経営する飲食店に塚本隆さんが初めて来店した際に、塚本隆さんの生意気な態度に腹を立てたバンドメンバーが、お会計を2万円ですとぼったくりをふっかけたのだそうです。これに対し塚本隆さんは、お兄ちゃん安いね、ただと一緒じゃん、と応戦しました。お互いにカチンと来ていた結果、結局殴り合いの喧嘩にまで発展し、塚本隆さんはそのメンバーをボコボコにしてしまったのだそうです。塚本隆さんが強すぎるあまり、メンバーは早々にノックダウンし、泣き出すまで一方的にやられ続けていたそうです。この件に対し塚本隆さんは、13年前ぐらいの話、としつつも否定はしませんでした。塚本さんの回が放送された後のダウンタウンノーでは、俳優の小栗旬さんがゲストとして登場しました。小栗旬さんは、この番組をよくご覧になるそうで、ここ最近の放送では塚本隆さんの出演回が印象的だったそうです。実は塚本隆さんと小栗旬さんは過去に喧嘩で仲違いをしたという噂があり、もしかして本当に喧嘩騒動があったのかもという噂も流れていましたが、全くのデマのようです。映画クローズゼロなどに出演され、喧嘩が強いというイメージがある小栗旬さんも、喧嘩最強との呼び声も高い塚本隆さんと喧嘩にならなくてよかったと語られていました。塚本隆さんが喧嘩が強い理由は、少林寺拳法を習っていたことにあるようです。ダウンタウンの出演時には、松本人志さんに、格闘技を習っていない男相手なら何人くらい倒せる？と問われた際には、まとめてですか？と前置きをし、3人くらいだったら怖くないですね、と真顔で答えられていました。これには浜田雅俊さんや松本人志さんもびっくりして、その場で共演 NG にしようかなという冗談も飛び出していました。お笑い芸人、俳優、 YouTuber として人気を博しているバッドボーイズ佐田正樹さん、昔は福岡で最大200名を誇る暴走族の総長として荒れた時代を過ごしていました。また高校時代の彼女と結婚して一途なイメージもあります。今回はそんな佐田さんの暴走族時代の武勇伝に加えて、最近発覚した愛人隠し子騒動について見ていきたいと思います。バッドボーイズ佐田さんの学生時代はかなり荒れていたと言われています。佐田正樹さんは元いじめられっ子でもありました。そんな佐田正樹さんを心配した父親がビーバップハイスクールのビデオを見せて英才教育を施した結果、小学2年の時にはいじめられていた佐田正樹さんが、小学3年の時にはいじめた相手に降伏するまでになっていました。そこから喧嘩が強くなっていき、暴走族への道を突き進んでいったそうです。佐田正樹さんは高校1年生で暴走族幻影に入りました。そして高校2年生の時に幻影だけではなく福岡連合にも所属しました。福岡連合は福岡県最大の暴走族で、佐田正樹さんはその大規模な暴走族の2代目総長になったのです。佐田正樹さんが自身の YouTube チャンネルで総長系 YouTuber と自称するのはこちらが由来になっています。200人以上のメンバーを束ねる立場になった佐田正樹さんは、その有名を福岡中に轟かせる存在になっていきました。また佐田正樹さんが束ねていたのは福岡連合だけではなく、最初に所属した暴走族である幻影でも総長に任命されたのです。
暴走族時代は逮捕歴もあったそうです。佐田正樹さんが逮捕された時には警察署内がお祭り騒ぎになるほどの悪だったそうです。逮捕された後に少年院に送られましたが、少年院での規則正しい生活に発狂しそうになっていたそうです。ここからは佐田正樹さんの武勇伝について見ていきたいと思います。まず一つ目は入れ墨と強盗。佐田正樹さんは中学2年の時に不良仲間と時計を盗んだことがあるそうです。ショーウィンドウを割って強奪するという極めて豪快な手段で、盗んだ時計はそのまま質屋に持って行ったために犯行が露見したのですが、友達の助けによって逮捕は免れたそうです。中学2年の時には入れ墨も入れており、かなり濃い密度の1学年を過ごしていました。2つ目は高校で停学処分。高校に入って間もない頃、こわおもての佐田正樹さんは先輩たちに睨まれるようになりました。それに対して佐田正樹さんが臆する様子もなく睨み返したことで先輩たちの怒りを買い、トイレに連れ込まれて5、6人に殴られました。しかし佐田正樹さんはその場でも負けずにモップで先輩たちの頭を殴ったそうです。この件で佐田正樹さんは停学処分となりましたが、停学が明けた後に発生した1年生対2年生の抗争に見事勝利したことで、佐田正樹さんは学校のヒーローになったのだそうです。3つ目は黒瀬淳に土下座。喧嘩では負け知らずを誇っていた佐田正樹さんにも頭が上がらない相手がいます。それはパンクブーブーの黒瀬淳さんです。小学6年の時に黒瀬淳さんの弟と喧嘩して勝ったまでは良かったのですが、その後中学3年だった黒瀬淳さんに呼び出されて殴り倒され、さらに土下座までさせられたそうです。4つ目は逮捕で修学旅行を断念。佐田正樹さんは高校に進学しないつもりだったのですが、修学旅行先がハワイという母親の言葉に乗せられて高校に入学しました。しかし修学旅行に出発する当日、予定より2時間早く起こされた佐田正樹さんは呆然とすることになります。それはベッドの周りには警察官が立っていて、その場で逮捕され警察署に連行されたのです。そのおかげで修学旅行は断念せざるを得ませんでした。5つ目は邪馬台マン。暴走族用語に邪馬台マンというものがあったそうです。それは暴走族の頭だけが車に乗せられて山の頂上に連れて行かれ、台マン勝負で勝った者だけがその車で仲間たちの元へ帰ることができるという形の台マンです。佐田正樹さんは相手暴走族の総長と死闘を繰り広げた末に勝利し、200人の仲間が待つ場所へ戻りました。その時佐田正樹さんを仲間たちは大歓声で迎えたそうで、かなりの高揚感だったそうです。ここからは最近報道された佐田正樹さんの不倫隠し子騒動について見ていきたいと思います。佐田正樹さんの奥さんは高校時代の同級生の佐田京子さんです。佐田京子さんは芸能人ではありませんが、佐田正樹さんと絡んでテレビに出演しており、快活そうな雰囲気の美人で、佐田正樹さんの一目惚れから始まったという恋の馴れ初めにもうなずけるような素敵な女性です。また佐田正樹さんが一目惚れして始まった交際は11年続いていましたが、2007年1月に放映されたバラエティ番組スイッチで佐田京子さんに公開プロポーズをして、佐田正樹さんと佐田京子さんは夫婦になりました。佐田正樹さんと奥さんとの間には子供はいないようです。そんな公私ともに順風満帆だったように思えた佐田正樹さんですが、実は7年もの間不倫をしていました。不倫は今でも続いており、さらに不倫相手との間には隠し子もいたそうです。不倫相手の方は一般企業に勤めている現在30代のようです。その方が20代の頃から佐田さんと7年以上にわたって不倫関係を続けており、佐田さんは不倫相手を地元に連れて帰り、周囲に紹介したこともあったそうで、隠しているような感じではなかったそうです。奥さんとの夫婦関係については、交際から27年経っていますが婚姻関係は続いており、離婚の話なども出ていないそうで、お互い干渉し合う関係ではないそうです。そして週刊誌に掲載されていた写真には佐田さんがあやしていた乳児が写っていました。不倫相手の胸に抱かれた子を覗き込み、顔をほころばせるなど、佐田さんも積極的に可愛がっている様子でした。その子は不倫相手と佐田さんの間に生まれた隠し子でした。2人の関係は長いですので、不倫相手が佐田さんに妻と別れて一緒になってほしいと
とお願いすることもあったようですが、そのようにはならず、そんなこんなで長年くっついたり離れたりという関係が続いていました。そんな中、妊娠が発覚した際、子供を産みたいと佐田さんに懇願したそうで、二人は話し合い、産むことで話がまとまったそうです。そして今年の2月頭に女の子が生まれ、出産と退院の時は佐田さんが車で不倫相手を病院まで送っていったそうです。不倫相手は育休を取り育児に専念していて、家賃や生活費は佐田さんが出しているそうです。週刊誌の取材に対してもすんなり認めており、こうなることを覚悟していたようにも思えました。また取材の際にはとりあえず誰も傷つけたくなかったので、仲間にも相談して男として奥さんを傷つけないために墓場まで持っていく覚悟を決めました。それは A 子にも伝えてありますと言っていたが、こうなってしまうと嫌でも奥さんの耳には入りますので、今後お二人がどのような形で人生を歩んでいくのか気になるところですね。芸人横山やすしさんの息子で、1980年代から一世を風靡した人気俳優の木村和也さん、今や2世タレントの走りとも言われていますが、以前ほど姿を見かけなくなりました。今回はそんな木村和也さんが起こした数々の事件、父横山やすし襲撃事件の真相について見ていきたいと思います。木村和也さんは伝説の漫才師横山やすしさんの長男として1969年大阪府堺市で誕生しました。横山さんといえば、やすきよとして一世を風靡した天才的な話芸もさることながら、芸能界きってのトラブルメーカーとして話題を集めた人物でもありました。特に弟子に対する理不尽な仕打ちの数々はお笑い界でも語り継がれており、あまりのパワハラのひどさに辞めた弟子の数は20人を超えるとまで言われています。横山やすしさんを父親に持つ木村さんだけに、幼少期にはさぞ DV に苦しんだことと思いきや、1973年に両親が離婚していたこともあり、3歳から10歳までの間は母子家庭で育つことになったそうです。また10歳から再び同居することとなった横山さんは、家ではネクラで酒も飲まない人物だったそうで、家族に手を挙げるような荒々しい言動とは無縁なパパだったそうです。幼少の頃から父の横山やすしさんと共演する形でたびたびテレビに出演していた木村和也さん、中学在学中の1983年には横山やすしさんの冠番組やすきよの笑って日曜日でテレビ初レギュラー出演、本格的な芸能界デビューを果たしました。バラエティを中心に活躍し、横山やすしさんの相方だった西川きよしさんの子供と漫才を披露したり、当時最先端のパソコンの CM に出演するなど、お茶の間の人気者になります。その後もぐんぐんと人気を上昇させ、中学卒業後には俳優としてもデビューし、テレビドラマや映画にと引っ張りだこの活躍を見せました。1986年には歌手としてもデビュー、俺たちだけの約束をリリースし、オリコンの週間チャート最高8位の大ヒットを記録するなど、飛ぶ鳥を落とす勢いを見せていました。そんな木村さんが父親の七光もいらないほどの人気を博すきっかけとなったのが、1985年に主演したドラマ「毎度お騒がせします」でした。中高生の性をテーマにしたコメディドラマだった「毎度お騒がせします」は、当時の若者たちの絶大な支持を集めることとなり、木村さんが出演した第1、第2シリーズともに平均視聴率 20% 前後の大ヒットを記録しています。その結果、10代の女子たちを中心にアイドル的人気を誇るようになった木村さん。1986年1月になるとシングル「俺たちだけの約束」で歌手デビューを果たしており、オリコン週間ランキングで8位に輝くヒットまで記録することになりました。毎度お騒がせします、出演後も順調に俳優としてのキャリアを積み、映画やドラマに引っ張りだこだった木村和也さんでしたが、下積み時代がなかったことが災いして天狗状態になっていたようです。木村さんの素行不良ぶりはひどく、撮影現場への遅刻はもちろんのこと、無断欠勤や無断帰宅まで繰り返しており、現場スタッフたちをかなり困らせていました。またそれまでもデビュー前からの飲酒、喫煙、喧嘩、デビュー後は現場に現れない、二日酔いのまま撮影に臨む、途中で勝手に帰る、
女性スタッフへのセクハラがありました。本来ならばすぐ干されてもしょうがないほどの行動を繰り返していた木村さんでしたが、横山やすしの長男という立場上、所属先である吉本興業がかばい続けていたと言われております。しかし1980年代中盤から後半にかけて一世を風靡したスターだった木村和也さんは、1988年11月に起こしたタクシー運転手暴行事件をきっかけに芸能人生が暗転することになります。事件当日の木村さんは、幼なじみでアイドルだった相良春子さんより彼氏に会ってほしいと誘われて、俳優の原田芳雄さんの長男である原田さんを紹介されたそうです。その後相良さんのグループと一緒に六本木の繁華街で飲み歩いていた木村さんは、乗車拒否をされたことに腹を立てた原田さんがタクシー運転手と揉め始めると、それに加勢しました。その後木村さんが一方的に殴る蹴るの暴行を加える形となり、タクシー運転手は脳挫傷などで全治1ヶ月の重傷を負い、病院に入院する羽目になりました。当時19歳だったものの、各種メディアに実名報道されることとなった木村さんは逮捕され1年間の少年院送りになっています。ちなみに被害者のタクシー運転手は味覚や嗅覚に障害が残り、事件後自殺未遂を繰り返したと噂されています。当時の人気俳優だった木村和也さんだけに、タクシー運転手暴行事件の混乱は芸能界へも波及しました。1988年10月より放送中だったドラマ疑惑の家族は、木村さんが主要キャストとして出演していた影響もあり、全12話予定が急話で打ち切られました。また木村さんが若手刑事役でレギュラー出演していたはぐれ刑事純情派も、同年の9月に第1期の放送が終了していたため打ち切り被害は免れたものの、続編においての木村さんの降板が決定しております。事態を重く見た吉本興業は解雇処分を決定。父横山やすしさんも息子の不祥事の責任を取り、芸能活動を一時休止することになりました。その後少年院を退所後、1990年に発売された V シネマ TUFF の主演次郎役で芸能界復帰を果たしています。事件後も映画方面では幕末純情伝やいつかギラギラする日といった話題作に出演していた木村さんですが、イメージ悪化の影響で連ドラからお呼びがかかる機会は減少することになりました。これでも一般的な俳優に比べれば恵まれた立場ではあった木村さんでしたが、1995年2月に起こしたアメリカ人少年に対する暴行傷害事件以降は映画方面の仕事まで減少してしまいました。 V シネマ専門の俳優へと転落し、世間からは消えた存在となってしまいました。さらに1995年にはアメリカ人の少年に因縁をつけて暴行した容疑で逮捕され、罰金20万円の略式命令が下されています。また木村さんの逮捕騒動は2006年3月にも起こっており、自身の運転する車のトランクに日本刀を忍ばせていたせいで銃刀法違反の罪で逮捕されることになりました。しかし警察の取り調べの結果、模造刀であったことが発覚し、無罪放免となったそうです。こういった過去もあり、木村和也さんには横山やすし襲撃事件の犯人だったのではないかとの噂も存在します。横山やすし襲撃事件とは、1992年8月に横山やすしさんが自宅前で暴漢に襲われ病院送りにされた騒動のことを指しており、失語症の後遺症が出るなど横山さんの芸人生命が事実上絶たれた事件となりました。木村さんが疑われた理由に関しては、事件が迷宮入りしたことで身内の犯行説が出たことに加えて、普段の粗暴なイメージのせいであいつならやりかねないと思われたことが大きかったようです。しかし家では子供思いのパパだった横山さんと木村さんの間に確執らしい確執は存在しないため、横山やすし襲撃事件の犯人が木村さんであった可能性は低そうです。ちなみに木村さんが2018年に発売した父横山やすし伝説によると、この犯人については、知り合いの暴力団組長に頼み込んで調べた結果目星はついているらしく、複数犯で黒幕までいたという話になっています。昭和のお笑いを語る上で外せないコメディアンであり、プロボクサーとして王座にもついたことのあるタコ八郎さん。
タッコですというセリフで子供から大人まで人気があったタコ八郎さんの人生は壮絶でした。今回はそんなタコ八郎さんが残した伝説と突然の死について見ていきたいと思います。タコ八郎さんの芸名の由来は自宅の近くにあったタコ級という居酒屋から取っているそうです。そして決め台詞としてタッコですというものと変わった風貌から世間では人気を得ていきました。1985年に亡くなるまで生前は規格外なエピソードの数々を生み出してきましたので、そんな伝説をまとめてみたいと思います。まず一つ目は右耳を噛みちぎられた。タコ八郎さんといえば右耳が欠けているのがある意味トレードマークでしたが、当時は犬と喧嘩して耳を噛みちぎられたなどと噂されていました。実際は飲み屋で客と喧嘩になり、その際に右耳を噛まれた結果欠けてしまったそうで、噛まれた直後に病院に行って縫い付けてもらったそうですが、消毒をサボった結果腐って落ちてしまったとのことです。2つ目は視力表を丸暗記してプロテストに合格。子供時代に友達と遊んでいた際、泥が左目に当たったことが原因で左目の視力をほぼ失ったタコ八郎さん。プロボクサーになるために左目の障害を隠し、視力表を丸暗記してプロテストに合格し、プロボクサーとしてデビューしました。タコ八郎さんのファイティングスタイルは独特で、相手のパンチを避けずにわざと受けて相手が打ちつかれたところにラッシュをかけるというものでした。まさに捨て身の戦法で、ファンの方からしたら毎回ドキドキさせられ見ていて面白い試合ですが、相手のパンチをわざと食らうスタイルは左目が見えてないことを相手に悟られないための戦法だったそうです。そして左目が見えないことをもろともせず、1962年に第13代日本フライ級チャンピオンになります。またどれだけ打たれても決してダウンはせず、相手に聞いてない聞いてないと挑発的な言葉を相手に発していたそうです。しかしその無茶なファイトスタイルは長くは続かず、ダメージの蓄積からパンチドランカーの症状が出てしまい、1964年に引退を余儀なくされてしまいます。3つ目は矢吹武のモデル。1962年に第13代日本フライ級チャンピオンとなったタコ八郎さんはノーガードで相手に打たせて、相手が疲れたところでラッシュをかける戦術をとっていました。そのため明日のジョーの主人公矢吹武のモデルになったと噂されています。しかし作者が明言したわけではないので真相は分かりませんが、モデルは複数おり、その中の一人がタコ八郎さんと言われているようです。4つ目はコメディアンになりたいがためにチャンピオンになった。ボクサー時代コメディアンを夢見てユリトールに弟子入り志願したタコ八郎さん。しかしユリは彼を弟子にするつもりは毛頭なく、断る口実としてボクシングでチャンピオンになったら弟子にしてやるという法外な条件を提示しました。すると後にチャンピオンになってしまったため、弟子入りを受け入れざるを得ない状況に追い込まれ、弟子入りを認めたとのことです。4つ目は東大生の血を輸血して頭を良くしようとした。ボクシング時代の後遺症でパンチドランカーの症状からセリフ覚えが悪かったタコ八郎さん。そこで企画されたのがタコ八郎に東大生の血を輸血して知能指数上がるかという実験でした。ちなみにビートたけしさんによれば輸血をしても知能は変わらなかったとのことです。5つ目は酒の勢いで高倉健さんと映画で共演。東映の撮影現場に高倉健を訪ねた時、案の定タコ八郎さんは酒を煽って寝てしまいました。高倉さんはタコを起こしたのですが、その際に何を思ったのか、うちの映画に出てくれと打診しました。酔っ払っていたタコ八郎さんは酔った勢いで快諾し、その結果東映の映画に出演することになったとのことです。その際出演した映画は1970年の新網走番外地吹雪のはぐれ狼です。それではここからはボクサー引退後も芸人俳優として活躍していたタコ八郎さんが1985年4月に44歳の若さで突然この世を去ることになった真相について見ていきたいと思います。当時人気絶頂だったタコ八郎さんの死は多くの人に衝撃を与えました。その突然の死の原因は海水浴中による心臓麻痺でした。この日朝までゴールデン街の行きつけの店で飲み明かし、移動中の車の中でも飲み続け、
海水浴場に着いてからも海の家で焼酎を飲んでいました。そして監視員の方に絶対に泳がないようにと言われていたようですが、酔っ払って海に入ってしまったタコ八郎さん、100メートルほど泳いで海岸まで戻ろうとした残り20メートルほどの地点で心臓麻痺を起こしてしまったようです。タコ八郎さんの死は当時レギュラー出演していた笑っていいともの放送中にタモリさんから伝えられて日本中に衝撃が走りました。笑っていいとものエンディングの時にタモリさんから訃報を耳にした人の多くはネタなのではと耳を疑ったようですが、その後のニュースや新聞などの報道でそれが事実であったと理解したそうです。タコ八郎さんの葬儀には多くの芸能人が駆けつけたそうです。葬儀で葬儀委員長を務めたのはなんとあの赤塚不二夫さんでした。タコ八郎さんがボクシングを引退した後、コメディアンのゆりとおるさんに弟子入りした頃からの仲だったそうで、タコ八郎さんが自分が死んだら葬儀委員長をしてほしいと赤塚不二夫さんに頼んでいたそうです。出棺の際はこの野郎早く生きやがったなと泣きながら送り出したということです。タコ八郎さんの突然の死に際し他にも多くの芸能界の仲間が参列しました。一緒にお酒を飲んでいた落語家の立川談志さんや芸人仲間のビートたけしさんなどそうそうたる顔ぶれで、弔問には訃報を伝えたタモリさんも訪れました。その際のコメントはタコが海で死んだ、何も悲しいことはないというもので、とても深い思いが込められているようです。葬儀はタコ八郎さんの師匠ゆりとおるさんの三本締めで終わりました。タコ八郎さんは前述の通り酩酊状態でいることが多く、それを面倒見ていたのが役者の秋竹城さんだったといいます。恋人同士というわけではなかったそうですが、秋竹城さんはタコ八郎さんの飲酒の多さを心配し、ちゃんと食事をとるように諭すなどよく身の回りの世話を焼いていたそうです。タコを真人間にする会を結成し、会長にまでなった秋竹城さんでしたので、周囲からは熱愛関係にあると勘違いされることも多かったといいます。そんな秋竹城さんはタコ八郎さんが亡くなったことに対して、こんなことになるなら一発やらせてやればよかったと言って泣いていたそうです。タコ八郎さんの死後、師匠であったゆりとおるさん、親交のあった赤塚不二夫さんらが発起人となり、東京都台東区にある高麻寺にタコ八郎地蔵が建立されました。この地蔵にはタコ八郎さんの座右の銘である迷惑かけてありがとうが彫られており、地蔵となった今でもお参りに来た人々の心を和ませ続けています。ご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。